先日ね、湯浅正也さんの、ラジオコレクションで、スキャロップ、あのギターの指板のこの部分がね、彫ってあるもの、イングエ・マルムスティンさんなんかよく使うんですけど、そのスキャロップのギターもね、日本人で、使いこなしてる人を見たことがないって話題が出たんですよ。でね、私ここまででかかったのがね、お茶の水のね、楽器屋さんに一緒に行った時に、友人のね、ナック藤原がね、すごくスキャロップ彫ってある指板のね、ギターうまく弾いてたんですよ。で私はね、基本的に自分が弾けないと思った楽器は試奏ね、試し弾きをしないんです。でね、ナックはすごくそのギターに対してピンときたみたいで、これ弾かせていいですかって言ってお店の方に言って、弾いてる姿を見てね、いやすごくスキャロップが似合ってるなと思って、こう 指をね、こうフィンガリングがすごくスムーズで、彼はミュージックマンのギター弾いてるんですけど、スキャロップ合ってるなと思ったんです。で、ヨシさんのラジオの中で、スキャロップがね、すごく合う日本人っていうのはいないなっておっしゃられたんですけど、もうここまでね、いや俺の友達にいるって言いかけたんですけど、ただヨシさんのチャンネルですからね、まあそこまで余計なことを言うのはやめようと思って、いやまあこれはまあ偶然なんでしょうけど、友達のね、バンドだったり友達の楽曲だったりは取り上げ、だからスキャラップの話が出た時もスキャラップの説明だけをして、説明を求められたんでね、自分から出しゃばるようなことはしませんけど、日本だったらなんか藤原が一番かなと私が見た中で、ね、思いました。それはもっとこうベラベラって弾く人いるでしょう。そんなのはね、ちょっと音楽学校を通ったりね、あとはイングエとかコピーするとね、言い方悪いですけど簡単にできます。イングエとそっくりに弾いたからってこれ何の意味もないですよ。イングエ聴けばいいんだから。だからナックが弾くね、スキャラップってのはね、すごく哀愁が漂っててね、私はすごくいいなと思いました。だから湯浅さんのチャンネルね、すごくいいんですよ。なんですが、私はああいうふうに、インターネット配信でね、自分ができるかっていうとできない。入ってくるね、チャットのお客様に一人一人に挨拶をしてっていうね、細やかな湯浅さんの心配りっていうのは私にはできないですね。男同士で一対一で話をすることがまず大前提であって、男がねガヤガヤやってるっていうのはね、私は嫌いなんですよ。だから自分には無理だなと思いました。湯浅さんすごいマルチに才能を持ってるなっていうのをね、改めて痛感しました。そんなわけで、私が考える今日本でスキャラップを一番美しくフィンガリングするのは、ナック藤原くんだと思います。なかなかね最近会う機会ないんですけど、いつでもね俺は待ってるんで、まあ、春にでもなったらまた遊びに来ればいいんじゃないかなと、まあ飲みに行ってもいいしね、まあ、そんな感じで、あまり深く考えずゆっくり、友人のことっていうのはね、まあ、大体のことは時が解決してくれるんで、そんなわけで、かっこいいギタリスト、スキャロップのフィンガーボードについて語ってみました。それでは See you soon です。